承知しました。よし。 敵の追撃を振り切らないと味方と合流し体勢を立て直そう。へへへ、観念しやがれ。誰かが山賊に襲われているのか。厳しい状況だが見捨てるわけにはいかないな。そこの方、手助けをお願いできませんか。ならず者に。 腕輪を取ろうとしまった。可愛い英雄さんを困らせるなんて許せないな。腕輪を取り戻すのを手伝おう。マリンを受けてくださいね。私でいいの。いい動きね。いました。その調子よ。あの男がまだ間に合うね。 追ってきやがったか。わしも混ぜるにゃ。この世界は私が守る。申し遅れました。あなたに裁かれてしまった。そのまま耐やせ。とはいえ、私は人間ではない。この身では錬金術は使えない。やったことあるなら腕輪が必要なんです。そうか、絶対に取り戻さないとまずいな。 ここは一度引くしかないか。まあ小さいからって舐めないでよね。よくやった、大義である。バカな、腕輪はとっくに仲間に渡した。今頃はお頭が持ってるはずさ。 錬金術の力、思い知りましたか？
に勝てるわけがねえ。逃げろ。腕は確かだ。いざ竜のごとく攻め抜かん。報告です。敵の追っ手が到来しました。あなた方は敵に追われているんですね。マリーの本気見せてあげる。腕輪を取り戻してくれたお礼に力をお貸ししましょう。ここに来る前に兵器のようなものを見ました。うまく利用すれば戦力差を補えるかもしれません。私は兵器を動かす方法を探ります。あなた方は少しの間敵を食い止めてください。冗談はやめてくれよ。さあ、行きましょう。いざ、この超主流と勝負してもらおう。マリーの本気見せてあげる。迷わない。マリナの無双のサイレントですね。悪くない働きだ。ほう、俺の前に立つか。いい度胸。その助がない。任せて。繊細な時だ。なかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやろう。まあ小さいからって舐めないでよね。初めての兵器を簡単に操作している。可憐なだけじゃなくて頭も切れるみたいだな。振り切れたか。プラフタさん、あなたは命の恩人だ。いえ、私こそお礼を言わなければなりません。大切な腕輪を取り戻していただいたのですから。
頼む。わかりました。ありがとな。お茶しませんか。あっちにマリーお手製のイチゴのミルフィーユも用意してあります。え、なぜ私の好きなものを知ってるの。秘密です。でもお友達の好きなものって知りたいと思いませんか。お友達。あなたは私をそう思っていてくれたんだ。どうしたんですか。お茶がぬるくなっちゃいますよ。さあ、早く行きましょう。そうね。そうだね。よし。そうね。厄介だな。ええそう。へえ。ああ、うん、うん、そうだね。なんだ。いますか。全ては理だ。全ての邪妖は私が滅ぼす。どうなさいますか。ありがとうございます。
すみません。ありがとうございます。